岡谷市に本社工場を持つこの企業は高い技術力が強み、特殊な分野で使われる金属加工製品を開発・設計から加工・組み立てまで一貫して自社内で作っています。この装置が髪の毛より細い穴を開けるマシン？そうです、こちらの機械がビサイアの ML10 という機械になりまして、私たちが未知の技術に挑戦した結果の機械になっています。今までになかったロボットです。手の掴む部分に特許出願中の独自技術が使われています。どんな技術が使われているの？コレットチャックで精度よく掴む技術と、エア圧によって掴む力を調整する技術が使われています。研究開発の仕事は面白そうですね。当社は物を作るプロの集まりですので、ちょっとした思いつきを形にすることがすぐにできます。物を作ってみて、試してみて、それを繰り返すことで良いものを作っていく、自分のアイデアが製品なのは非常に面白い開発の仕事になります。加工技術がこの企業の強み、その技術を継承していく大きな力が社内に目標になる人がいることです。入社2年目の酒井さん、あなたの目標は誰？滋賀高校がうまい吉澤さんです。中堅社員の吉澤さんは仕上げ加工を得意としています。吉澤さんにも目標にしている人はいますか？はい、上社さんです。上社さんの手作りの刃物を使った成形加工にはかないません。私の永遠の目標です。ものづくりの技術って奥が深いんだな。そして身近に目標になる人がいるってすごいな。どんな会社を目指していますか？やはり我々はものづくり企業ですから、技術を育てていくというのが基盤になります。我々も技術を育てると同時に、世界的なブランド力っていうのも、育てていきたいなというふうに思ってます。みんな何が好き？社員同士が尊重し、技術を継承しながら積極的に新しいものづくりに挑戦していく。ダイヤ製器製作所はものづくりの技術と精神を大切にしている企業です。